皆さんこんばんは。本日 MC を務めるショートショートフィルムフェスティバル&アジアの夏井と申します。ご視聴いただきありがとうございます。これよりオンラインイベントクリエイターズセミナー映画音楽音響から紐解くシネマの世界映画制作の要に迫るを行っていきます。本イベントは6月11日から21日まで東京都内各会場と4月27日から6月30日までオンラインで開催中の米国アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2021内のオンラインイベントとして開催しています。本年は約120の国と地域から応募いただいた6000本以上の作品の中から厳選された作品群をリアルの会場とそしてオンラインの会場で配信をいたしております。今年の映画祭ではシネマ、ベンチャー、アドベンチャー、アドの意味を込めてシネマドベンチャーという造語を開催テーマとしております。本映画祭の予告映像がございますのでご覧ください。お待たせいたしました。本日行うオンラインイベントでは、ショートフィルムの魅力を広めることと若手映像作家の育成を目的にセミナーを実施していきます。これまでも、多くの映画業界で活躍されるゲストをお招きして開催してまいりました。早速ゲストを交えお話を聞いていきたいと思います。これまで、多くの実施制作から商業映画そしてテレビドラマやドキュメンタリー制作も手掛ける映画監督の森義隆さんそして立教大学現代心理学部映像身体学科助教映画音楽の研究をされ映画音響論溝口健二映画を聞くなどの著書を手掛ける、長戸洋平さんをゲストに迎え進めていきたいと思います。ね、まず本日、映画音楽音響について語るというところで、このトークイベントで楽しみにしているポイントを、お二人から、伺っていきたいと思います。森さんから、お願いします。はい、はじめまして、映画監督の森と申します。そうですね、今回まあちょっとこうお声掛けをいただいて、まあ普段俳優さんとかの前で、まあワークショップしたり、話したりっていうのは割とやってきたんですけども、フィルムメーカーの卵とか、まあそういう方々の前で話すっていうのは割と苦手意識があったんですけれども、まあ、具体的にその映画音楽とか音響っていうことがテーマだっていうことを伺って、なんか自分の中でも、改めてその音とか音楽だけをテーマに、自分で喋ったことがなくて、まあ、それを言葉にする、してみる、自分にとってもとてもいい機会だなというふうに感じまして、まあ、参加させていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。長戸さんからもお願いします。はい、長戸洋平です。よろしくお願いします。僕も普段です。僕もというか普段まあ、一応大学に勤めておりまして、いわゆるまあアカデミズムの世界に身を置いてますから、まあ、映画の音とか音響について話すこと自体はそういう機会自体は多いんですけれども、どうしてもそういう研究者とかですね、あるいはまあ普段学生の皆さんを相手にして喋ることが多いので、やはり実際にですね、映画を撮られている、でしかも日本で第一線で現役で活躍されている森監督とお話しさせていただけるのは非常に楽しみに思っています。まあ、割とこう高校まで野球一本で、高校野球で甲子園を目指している18歳まではすごく健全に育ってたんですね。でそのまでは、まあ、本当に、家族と行った映画とか自分一人で映画館に行ったのは本当高校生入ってからっていうぐらいの感じだったんですけど、まあ、その高校卒業した時に、これはちょっと、まあ、言うのはもう自主映画ぐらい恥ずかしいんですけれども、最初その俳優をやってみたいと思って、俳優を志して、早稲田大学の劇団に入ったんですね。
で2年ほど先輩の演出家の演出を受けて、まあ、そうこうしてるうちに、まあまあ、なんか変な言い方ですけども、自分で自分を演出してみようと思ってそのクリント・イーストウッドじゃないですけども自分で脚本を書き、監督もやりって言ってる、まあ、それ演劇なんで舞台なんですけども、まあ、そのうち、自主映画もその流れで、取り出した時にはもう自分は俳優に向いてないと思って、仲間を俳優を使って、自主映画の監督として作品を作り始めたっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。そこで、畳の東電橋と、カルを実施制作で制作されてると思うんですけれども、それは、早稲田大学に在学中に撮影されたんですか？そうですね、まあ、その頃の話というのは自分にとっては、まあ、挫折の話で、当時コンペで、賞を取ればと思ってたんですけれども、ピアには2年連続でノミネートもされず、まあ、一応、いくつかの映画祭で、賞をもらったりグランプリをもらったりはしたんですけども、やっぱり当時っていうのは、ピアで取るっていうのが一番の近道だったと思うんですね。その頃多分同時期にグランプリを取られてたのが、グランプリとか賞を取られてたのが田中幸さんとか荻上直子さん、この間一緒に仕事したんですけども、はい、あたりの女性監督が面白い作品取り始めた時期 でしかもまあすごくこうピアの作品いろいろ見てるときに自分としてはなんでしょうね、自分のその時点での作家性が割とこう映画をいっぱい見てきてないこともあるし、とてもこうお行儀のいい人間であったこともあって、すごく自分の作品は王道すぎるなって思ったんですね。やっぱり個性とか作家性が強い作品がすごく選ばれてる印象があって、うん、このままいくと多分自分はこの映画祭で賞を取れないし、もしかしたら映画への道っていうのは回り道をするしかないのかもしれないと思って、まあ、その後そのテレビマンユニオンという是枝監督が当時いらしたり、世界ルルン滞在期とか世界不思議発見なんていうのを撮ってた、制作会社に参加していくというような経緯ですかね。あの本格的に見始めたのは高校なんですよ、実は高校で、まあ、それ以前はバックトゥザフューチャー見たりとかっていう、まあ要するに普通にまあ映画も好きという人間だったんですけど、高校時代に、VHS で知人から時計仕掛けのオレンジを借りて、でもうそこであの人生が変わったというか、多分高校2年の時だったかな。それで、まあ、本当にショックを受けて、でそこから、まあ、キューブリックですね、で、まあ、同方向というかデビッド・リンチとかですね、そういった、まあ、いわゆるまあ、好きな言葉じゃないですけど、いわゆるアート系映画みたいなのを、まあ、かなり見始めて、だから高校時代は結構シネフィルっぽかったんですよね。パゾリーニとかブニュエルとかも見てたんで、あの結構いろいろ見てたんじゃないかなと思うんですよね。で、なんですけど、まあ、修士を出た後に、じゃあこの後どうしようかなっていうふうにいろいろ考えてたときに、ちょうど溝口健二の映画と出会ったと。でそれまではそのさっきも言った通り、いわゆる外国の映画ですねは、あのそれなりに、まあ、特に高校時代集中的に見てたんですけど、日本の映画全然見てなかった。でその日本の映画に見慣れてなかったからっていうのもあったと思うんですけど、溝口映画が非常に面白かったですね。で、まあ、それまで音や音楽のことをやってましたし、ということでいろいろぐるぐる考えてですね、じゃあ溝口映画を中心に置いて、でなおかつ音や音楽のことをやってみようかなというふうに考え始めたっていうのが、まあ、直接的なプロセスですね。はい。はい、ちなみにあの先ほどおっしゃってた時計仕掛けのオレンジを見て非常にショックを受けたとお話があったんですけど、どんなポイントにショックを受けたんですか、それは。あのやっぱり音楽もありましたよ。あの変な使い方しますよね、まあ、既製のクラシック音楽をその暴力シーンにかぶせるっていうのは、まあ、やっぱり今となってはもしかしたら多少ベタかもしれないですけど、はっきり言って、あのそういう方向性も、ただ当時僕は全然そういった
映像のイメージと音のイメージをぶつけるみたいなことをやるような映画見たことありませんでしたから、まあ、愚直にショック受けたし、あとは、まあ、画面ももちろんそうですね、すごくシンメトリカルで人工的で、まあ、今見るとちょっと映画としてはやりすぎなのかもしれないですけど、なんていうかアート感というか分かりませんけど、そういったものが、まあ、ビジュアル面でも、かなり異様に、あるいは、まあ、要するにかっこよく見えたんでしょうね、おそらくね、だと思います。まあ、多分自分はやっぱり演劇が入りだったのはあって、そこで、しっかり、演技論みたいなことっていうのは、まあ、俳優が入りだったっていうのもあるんですけれども、ニューヨークアクターズスタジオの演技論だったり、あとは、まあ、青年団とかの平田織田さんの演技論だったりっていうのは割と熱心に学ん でそこで立ち上げた演技を、まあ、どう撮るかみたいなことを自分なりにいろんな映画を、まあ、その映画を撮るって決めてから急にむさぼるように、映画を見出したっていうのはあるんですけれども、まあ、見まくった映画の何でしょうね、影響はあるでしょうかね。で、当時僕見てたのは割とまあミニシアターブームで、はいはいはい、イギリス映画にハマってですね、ケン・ローチとか、ダニー・ボールとか、ウィンター・ボトムあたりがすごく大好きで、その頃に見た映画っていうのは、本当今でも血肉になっているなっていうのは、すごく思います。まあ、ある種手探りでというか、出始められたにしては、例えば、2本目のカルなんかも、あれ、まあ非常に、まあ言ってしまえば相当ワイルドな作りにはなってると思うんですけど、背景音とかノイズとか、あれ、編集はもちろんしてますよね、かなりしっかり。はい。そこら辺の編集のやり方とかっていうのはどこから吸収されたんですか？これも本当にそうですね、独学ですかね、感覚なんですよね。で、まあ、例えばさっきの話にとリンクさせると、カルでの音の使い方っていうのは、音楽のあり方とか音の使い方っていうのは、実はマイケル・ウィンターボトムにハマってた時期で、とにかくむさぼり見て、この人の映画になんで自分は感動するのかみたいなことを、なんか多分自分なりに捉えて、それをなんか取り入れてったようなプロセスがあったっていうのはぼんやり記憶してますね。なんか具体的にもうある映画にターゲットを絞ってしまって、まあ、パクるって言ったら変ですけれども、そこからエッセンスを抽出して自分のものにしていくようなやり方はしたと思いますね、うん、当時。特に畳の桃源郷で顕著だったような気もするんですけど、音楽が非常にまあ断片的ですよね。で、そこら辺お聞きしてみたくて、つまり、どうせ音楽作るんだったら割と長めに作って、それベターって貼っとくっていうこともできたと思うんですけど、うん、それをせずに相当、なんていうか控えめにつけられてるなっていう印象を持ったので、そのあたりなんかもしお聞きできればと思います。それで言うと、多分、音楽ということに対して、芝居を見せるっていうことを第一義に置いてた、すごく強く第一義に置いてた時期で、演劇から入った時っていうのは、もう直接的にお客さんの目の前にお芝居があるっていう中でお芝居をやってたんですよね。で、だから演劇時代に演出した頃っていうのは割と音楽をガン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 シーンごとに、ワンシーンを一個の音楽ぐらいのことをやっていたんですけれども、いざ映像になってみた時に、音楽が役者を食ってしまうっていう、その強さを自分の中で実感して、常に、やっぱり役者、音楽よりも役者が前にいたいっていう感覚があった時に、ああいう断片的、ミニマムというか最低限のところで音楽を活用する、あくまで役者の芝居がしっかり前傾になるような意識っていうのはあったなと思いますね。で、まあ、その話の延長上で言うと、さっき言ったように僕、まあ、自主映画から入ったんですけれども、まあ、すぐにテレビのドキュメンタリーという方向に行ったんですけども、その時も、まあ、役者の演技同様、そのいわゆるリアルな人物が被写体になるんですけれども、
ドキュメンタリーのその人物の存在感っていうのはものすごく繊細で、情報量がとっても繊細なんですよね。なんだろうな、音楽をポンって流してしまうと あっさりと一義的になってしまうというか、簡単に音楽が前景に出てきてしまうぐらい、なんだろう、脆いというか、でもその脆さがものすごくリアルで人に説得力を与えるんですよね、ドキュメンタリーって。だからその音楽と映像とか芝居ということの関係値の中で、演劇から入ったこととかテレビのドキュメンタリーから入ったことによって、どれぐらい、音楽が役者を食べてしまうというか食い尽くしてしまうという感じに対してとても繊細に考えてたっていうのはあります。役者と音の関係値においてもどこかネガティブに音楽というものを捉えてたっていうか、だからこそ使いこなせなかったのかもしれないんですけれども、であとそのさらに仕事をドキュメンタリーという仕事をしていく中である、まあテレビでいうと音効さん、音響効果という、仕事があるんですけど、これはもうテレビで言うとジャスラックに入っている音楽というのは使いたい放題なんですね。作曲する必要ないですよ。だから全部が既成曲で、まあその僕が、細見さんという音工さんと、組むようになって、そこから学んだことがものすごく多かったんですけど、ドキュメンタリーの作品に対して、彼はもう全然音楽をつけてこないんですよ、うん、もっとつけてって思うぐらいつけてこない。でもそれはそのシーンはちゃんと撮れているから大丈夫なんだと。で、うん、それは現場の効果も含めてね、現場の BG とかも含めて音楽の必要がないっていうこと、どのシーンに音楽が必要かな、必要がないかっていうことを示唆してくれる方だったんですよね。で時々もっとつけてよって思うんだけれども、いざつけてみるとそのシーンがとてもつまんなくなるんですよ。でディレクターは自分が撮れてるものが伝わるかどうかとても不安になるんで、つけてもらいたくなるんですけど、これがね、映画の作業だとわざわざ作曲してもらわなきゃつけられないからとても難しい作業なんですけど、テレビだとまあ既成曲ポンと当ててみて、ほらどう、合う合わないっていう実験がすぐできるんで、それをやってみるといかに邪魔かっていうことを感じるシーンが多かったんですよね。特にドキュメンタリーにおいては、そこにせっかく撮れている機微というものがほぼ粒だったものが全部消えていくというか、うん、いう経験がその自分の制作者としての初期のなんかあれですかね、音楽との映像芝居ということの関係値のなんか捉えていき方で、それは今でもまあなんか根っこになっちゃってるかなっていう、まあでも本当そこのなんかプロセスはなんか今回改めて思い返してみて言葉になったなっていう感じはしてるんですよね。でそれは映像も実は一緒で、やっぱりドキュメンタリーから、極端に言うとドキュメンタリーから入ったことによって、そのプロの映画のカメラマンと一緒に初めて仕事をしたときに、僕は、なぜ、例えば、今この僕が映ってるフレームありますよね。で、ここにカメラが構えてて、僕がフレームの外で、そこからこう入ってくるとか、手がこう入ってくるとかいうことっていうのは、本来ありえないって思ってたんですね。そのドキュメンタリーっていうのは何が起こるか分かんないところにカメラを構えていて、それを追っていく、人物の動きを追っていくものだと思ってたから、なぜカラエが先にあってそこに手が入ってくるんだってことを延々カメラマンと喧嘩してたんですよ。おかしいと、これはなんでカメラは そこに人が来ることを知ってるんだみたいな、なんかそれぐらい、つまり音楽というもの、そのなんだろうな、作為性をなんかこう自分の中で排除しようっていうのがやっぱりドキュメンタリーやってしまったがゆえに習慣になってしまってて、それは多分音の考え方についても初期はそういうふうに考えてて、でもやっぱり108でそうやってカメラマンに、いやいや映画ってフィクションっていうのはこういうもの、こういう考え方もあるんだよ、で音楽家からもこういう考え方あるんだよっていうのをどんどん教わってった感じがするんですよね。それによってなんかようやく演出そのというものが徐々に分かってったっていうか、自分の中の方法論ができてったっていう感じですね。本当にだからカメラマンからしたらこいつ何言ってんだっていう感じだったと思います。そうでしょうね。そうなんだ、あんたね、人の動きが分かってるんだ。
森さんは、まあ、ご自身 の、 その、まあ、映画監督される際にその劇版、まあ、物語の中でどういうところにつけていこうかなとか、なんかそういう判断基準ってどの段階で考えてますか？考え始める段階っていうのは本当にケースバイケースだと思うんですけど、なんとなくその、まあ、仮にですよ、音楽を入れるという前提がある場合、脚本の例えば作る作業の中で、テーマが絞り込めてきて、で、タイトルが決まるときっていうのは、また映画が一つ進むときなんですけど、それと似てて、メインテーマみたいな音楽が、それがまあ仮に撮影後でも撮影前、脚本を元にしてもいいんですけども、音楽家とプロデューサーと監督で話し合っていく中で、あ、これが正解だなっていう正解の形がわかる。メインテーマ、これなんだ。っていうぐらい映画が煮詰まってきたタイミングで出来上がるものなんじゃないかなっていう感じはメインテーマに関して言うと。で、まあどういう時に、どう、とこにつけるかみたいな基準っていうのは、まず第一として僕の中ではつけないっていうことが最初の選択肢だと思ってて、まあそれは全体もそうだし、シーンごとに関してもそうなんだけども。で、もう次が、じゃあ、つける理由っていうと、まず世界観に引きずり込む。自分の構築した、それも多分、なんとなく、こき落としの世界観じゃなくて、さっき言ったように、映画が煮詰まってきて、ぶれない世界観が見えた時に、メインの旋律とか、で音楽のあり方っていうのが見えて、こういうことによって、この映画の世界観に引きずり込んでいこうっていうのが決まった時に、多分、序盤につけるんだと思うんですよね。序盤なのか、どこかこう、もうちょっと引き込みたいシーンで使っていくとか、で、さらに、あとは、あるシーンで映像で映っているものの時間とか空間の幅をもっと広く拡張したいっていうとき、フレームの外を感じさせたい。それは、空間だけじゃなくて、その人が持っている背景の関係性とか、その人が生きてきた、それまでの30年とか、なんか意味を拡張させていきたいときっていうのが、まあ3番目の理由。で、4番目が多分芝居をさっき言ったように少し後ろから後押ししてあげる。で、これはともするとさっき言ったベタな悲しいシーンに悲しい音楽をつけるってことになりがちなんだけれども、はい、僕のイメージとしては芝居をちょっとだけ後ろから押してあげるっていう感じですかね。で、しかも押すっていう意味合いっていうのは多面化させるっていうことかなと思ってて、一義化させるんじゃなくて、その芝居をもうちょっとこう断面を増やしてあげる。一義化するとやっぱり芝居がつまんなく見えちゃうと思ってるんで、多義化させるために少し後ろからなんかこう手で表現すると、役者が芝居してるこの辺にこう、オーラのように、多面性を付与するっていうか。あれですね、今見てる視聴者が、まあ、スクリーンを見てる人たち、観客ってことですよね。そうですね、今僕の後ろからこう、ブワーっと音楽がこう流れてきたとしたら、僕の40年ぐらいは感じさせられるわけです。あとは、本作りと似てて、構成編集に使うような、まあ、長瀬さんの本で言うと、サウンドブリッジ。シーンとシーンを接着したり、分離したりする。で、脚本と編集でしきれなかった、その、カッティングを音楽によってするっていう時にも使えますね。で、最後、6個目が、もう絶対に、嫌なんだけれども、取れ高が低い。うん、補うっていうか、はい、足りないものをごまかすっていう最悪のつけ方はしますね。これはもうここに至るとちょっときついけど、うん、なんかそういう6個をちょっと自分では今回まとめてみました。いや、見事に鮮やかだなと思って、僕すごい感動しながら聞いてたんですけど、特にお芝居を後押しする音楽、まあ発想は言ってしまえば誰でもする発想かもしれませんけど、その、むしろ多義化させるためにっていうのすごいなと思って今聞いてて、なるほど。要するに、意味の厚みを付与するためですね。要するに。そうですよね。むしろその多義性を、削ぎ落とすではなくて、よりキャラクターに厚みを付与するためっていうお話を聞いて、なるほどなと、思いました。それはものさらにさらに突き詰めていくと、もしかしたらその状況に対してもそれは起きますね。だから因果効果みたいなことではあるのかなとは思うんですけど、うん、そうですね、うんうん、
映画全体の世界観がそのイカ効果を包容できるぐらい強烈なものかどうかじゃないか。そう思います、僕も。だから、要するに、あの 絵と音で2つに分けて考えるのであれば、あのやっぱ絵が充実しないとあの負けちゃうと思いますね。あの音楽なしでもしっかりと充実してるそのビジュアルがある場合は、それにこう拮抗するような音楽つけても持つでしょうけど、なんとなくで、あのちぐはぐな音楽ぶつけてみましたみたいな、まあ、やり方だと、まずダメなんじゃないかなっていう気がしますね。あと、そのちぐはぐな音楽をぶつけるに関して、これ僕、授業とかでもよく言ってるんですけど、いわゆる現実音として、その物語世界の中で鳴ってる音としてそういう音をつけるか、あるいはその劇版ですね。物語世界の外側から付与されてる音としてつけるかによっても、効果は多分、相当違うと思ってて、それこそ有名な、大意法なんていう言葉も使われましたけど、黒澤明の酔いどれ天使とかですね、いわゆる悲しい音楽に明るい格好ワルツをかぶせるわけですけど、酔いどれ天使なんかはあれ要するに、現実音としてラジオ音声として聞かせてるんですよね。で、黒澤に関してもちょっとやりすぎというふうに聞こえる作品もあるんですけど、少なくとも、酔いどれ天使とかは僕は割とうまくいってると思ってて、つまり、その劇に無関係な、劇に対して無関心な音楽がなんとなくふわーって流れてるっていう、その、演出自体は僕はすごく可能性があると思ってるんですね。で、それに対して、それ、いわゆる、劇版として、非物語世界の音楽としてバーンってつけちゃうと、それこそまあ、キューブリック的な方向ですけど、やっぱり作家の意図が前に出すぎちゃうこともあって、うまく以下になればいいんですけど、なんか、自意識過剰系の作品になっちゃう、可能性高いので、むしろ僕は、あんまりやれないですけど、その、現実音としてうっすら流すっていう方向性って、なんか可能性があるなというふうに常々思ってます。要するに、さっきの、森監督の表現を使わせてもらうんであれば、あるいはその多義化かもしれないですし、より単純にドラマの立体化につながると思います。だから、一つの確率的なイメージをバーンと押し付けるんじゃなくて、前景で行われている芝居と、もう一つ別のレベルを、その世界内の音楽としてポンって提示できますから、一緒に。イメージと一緒に音のイメージも提示できますから、そこに、例えば、それこそ格好ワルツなんかはあれ非常にまあ悲しいシーン、三船敏郎がとぼとぼ街を徘徊してるシーンですけど、そこに明るい格好ワルツを流すことによって、割とあのシーンに関してはちゃんと、その悲しみを倍増させることもできてるんですよね。その逆のイメージを持つ音楽によって、必ずしも、逆のイメージを持つ音楽を使うことイコール以下ではなくて、そういうふうにもう逆からこう強調するっていうこともできるので、そういう意味でもなんかやりようはいろいろあるんだろうなっていうふうにいつも思ってますということですね。今聞いててちょっとなんか言葉としては、その亀甲っていう言葉は割と僕は腑に落ちるっていうか、絵とその映像と音楽なりが亀甲してる中で、それが以下で以下のレンジっていうか、どれぐらい離れてるかだとして、どれくらい、まあ、相当離れてたとしても、そのエネルギーが拮抗してれば、なんていうか、そのシーン自体のエネルギーを爆発させるっていうイメージかな。なんか、ちゃんと拮抗していけば、エネルギーになるっていう感じはしますね。そうですね。僕も全く同意見です。離れ具合が、そこまでレンジが広くなくても拮抗してることが大事な気がします。ああ。濃化してても。なるほど。でもまあ、それこそ長瀬さんの本で多分書いてあったと思うけど、絵に音楽が従属しちゃってるとやっぱりダメなんでしょうね。そうでしょうね。拮抗してないとやっぱり効果が生まれ、つけてる意味がないというか、うん、ただ実際映画監督として作られている立場として、やっぱり難しいことですか、それっていうのは。やっぱりその絵と音楽をこうしっかり拮抗させてっていう演出っていうのは難しいものなんですかね。どうでしょう、その音楽の考え方にもよると思いますけれども、僕は割と6ぐらい、4、6ぐらいで音の方が強いっていうイメージがあります、その完成形の時に。ああ。はい。
なんかもう常日頃そのダビングステージに入っ、まあいわゆるミックスに入っていくときにはまだ完成は5割ぐらいのイメージですね、6割とか。だからすごい、例えば1週間でダビング終わらせるときに、まあ1年かけてやってきたのが最後6日で半分決着するぐらいのなんか難しさを感じますね。で、あの108なんか拝見して、あの作品はむしろ音楽よりも例えばあのキーンっていうあのボールを打つ音であるとか、そういったやっぱり、それこそ野球に特有のある種 の、 その音響的な特徴がしっかり強調されているような、作品になると思って見てましたね。やっぱりそういう物音とかは当然気にされるわけですよね。そうですね、まあ、あの108ぐらいの時って本当に長編のデビュー作で、まだそこまで音響設計っていうことにはもう無自覚で、うん、ダビングステージに入って何をすればいいかもよく分かんなかった。なんで、あれは5日ぐらいで多分ダビングしたんですけれども、テレビだとまあ2時間のものを1日でダビングしてしまうんですよね。1日、はい、?1 日でしちゃいます。はい。それがまあ、仕込みも含めて約、映画だとね、約1ヶ月ぐらいは、時間はあのぐらいの規模のものでも撮るんで、一体何が行われるんだろうって思いながら、本当にダビングステージに向かっていった気がして、音楽に対してもまだそのさっき言ったようにドキュメンタリーとドラマの間で自分の中で何をもって演出ができるのかっていうことをすごく戸惑いながら音を仕上げていった印象はあって、とにかくでも野球のリアリティみたいなことは絵でも音でもとにかく具現化しようっていうのはすごく力を入れていたような記憶がありますね。うん、やっぱりリアリティっていう表現は非常にその通りだと思ってて、あの作品見ながら非常にその聴覚面に関しても、うんうん、それ感じましたね。あとやっぱり森監督が野球されてたからっていうのもあるのかなっていう気がしますね。その被写体に対する理解の深さというか、そういうものがやっぱり出てくるんだなっていうふうに思いながら言いました。はい、そうですね。だからまあ自分が体験してきた音の聞こえ方を演出するというようなイメージですよね。その僕にはこう聞こえてたっていうことだと思うんですよ。そのボールの音とかそのノックの音とか、それがなんか自分にとってはやっぱ恐怖だったし、それを足していくというか、リアルにそこを足していく、感情のリアルを足していく、音効果を、うん、音としてのリアリティとその受け手のリアリティ、感情のリアリティを足していくみたいな感じで作ってた気はしますね、108に関して。パッと見たところ、宇宙兄弟とサトシの青春、いろんな意味で、ベクトルがあの反対というか、宇宙兄弟の方は非常に情報が多いし、言ってみれば音楽も割と多いし、まあ、相対的に音も多分多いしというふうに、でそれに対してサトシの青春の方が非常にまあどっちかっていうと引き算的なのかなっていうふうに僕は見てたんですけど、そういったあの差異はあるんですが、とはいえ、宇宙兄弟の方も、音が多いからなのかもしれないんですけど、静かなところがすごい静かな作品ですよね、宇宙兄弟。そのあたりは自覚されてたんでしょうか、森監督、宇宙兄弟に関しては。宇宙兄弟に関して言うと、まあ実はまあ宇宙兄弟とサトシの青春は音楽家は違うんですけど、ミキサーというか録音マンと効果が同じチームなんですよね、うん、音響設計は同じチームでやってるんですね。で、まあ、宇宙兄弟は特に、最初に音楽ありきっていう作りで、宇宙飛行士っていうものを、まあ、捉えていく脚本作りのプロセスで、宇宙飛行士をロックスターとして見せよう、現代のロックスターなんだというイメージ、言葉を旗印にしていったんですね。でそれは、原作者とのコミュニケーションも含めて、原作者が原作を書いてるときに聴いていた大好きな曲のいろいろみたいなのがあって、そこにプライマルスクリームだったり、シガーロスとかが入ってたんですよね。でこれだ、この映画はやっぱロックだと、パンクロックの映画だ、宇宙飛行士、宇宙に行こうということはパンクロックなんだっ
っていうテーマが浮かび上がってきたときに、無理だろうとか思いながらプライマルスクリームとかコールドプレイが口説けたんですよね。打診してみたら口説けてしまって、じゃあエンディングがコールドプレイのだってなって、で冒頭はロックス、あのプライマルスクリームのロックスだってなってっていうところから全体の音のあり方を設計していこう。で、音に関しての意識で言うと、まあ、ストーリー自体の特殊性があって、あの映画って、兄弟が2時間の映画の中で、まあ、7分ぐらいしか同じシーンにいないんですよね。あとの1時間50分はずっと別々の場所で、まあ、ムッタはその試験を受けるプロセスで、1回アメリカ中盤で会いますよね。で、あとは、最後に会うだけなんですよ。で、その2つの場所の映画で、兄と弟の距離感。で、片や地球と片や月みたいな、この距離感とコントラストをとにかく意識しましたね。うん、で、音響設計という意味で言うと、終盤のその月の音と地球の音っていうのは、もうはっきりとコントラストをつけてってます。うん、まあ、つけざるを得ないです。で、まあ、2つのシーンを分けていくときに、音響設計で分けていくっていう感じがありました。うーん、であと、特に自分の中でこの今の文脈で覚えているのが、ダビングの最終日、つまり、まあ、脚本1年かけて作って、4ヶ月かけて撮影して、で仕上げと音の仕上げ準備でまた3ヶ月かかって CG かかったんで、まあ、約1年かかったんですけど、で2年かかったものの、全部設計し終わってダビング最終日にみんなで見たときに面白くなかったんですよ。わーっと思って、そこまで積み上げてきたものがあれおかしいぞってなって、でもう焦りましたよね。でじゃあこっから何ができるんだと、もう音楽も全部入れた、音響も全部設計した。でその時に、まあ、1日開けてもらって、そのミキサーと効果の、まあ、白鳥北田っていうチームと1日話し合った時に、まあ、やれることをやろうと。でやれることは何だっていう時に、サウンドブリッジだったんですよね。つまり、2つのシチュエーション、兄と弟っていうのがクロスしない映画、たった7分しか出会わない映画をどん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 クロスさせていかなきゃいけないんだと。分離した2つのシーンをサウンドブリッジちょっとこぼしたり先行させたりで、とにかく接着していったら、ラストの感動が、まあ、10倍になったんですよね、極端な話を言うと。だから具材は変わってないんだけれども、約7箇所、6箇所ぐらいのサウンドブリッジを変えたんですよね。音楽のサウンドブリッジです。そしたら化けたというか、でも、まあ、化けたというか、全部本当はもう準備はできてた、周到な準備ができてたんだけれども、最後の仕上げになる接着面を間違えたがゆえにバラバラになっちゃったんですよ、その弟と兄の距離とかコントラストっていうのは。何のための意味、シーンごとの意味合いが分離しちゃってた。でそれを音楽によってブリッジしてこう噛み合わせたんですね、7箇所ぐらい。それによってなんか完成を見たっていうか、感動がちゃんと最後に訪れた。これは自分の中ではもうヒヤヒヤな体験だったけれども、まあ、強烈に自分にとって、方法論というか音楽に関する知識、自覚っていうか、脚本と同じぐらいの使い方ができるっていう自覚にも至りましたし、武器にできるっていう体験でしたね。ものすごいお話ですね、それ。すごいですね、ちょっと。すごいですね、ちょっとすごいですね。わっ思いました。やっぱりまあ若かった31ぐらいで抜擢してもらって、最終日に完成したものが面白くないっていう。終わったと思ったけど、やっぱそこは音楽の音のチームと本当にじっくり話し合って助けてもらったし、こうやってこれで変わるのか、まあ変わるとは思ったんですけど、ここまで変わるかっていうような体験でしたね。すごい。要するにサウンドブリッジっていうのは、その、あの、シーンの切れ目で、その音だけ先行させるとか、その音だけ、あの、下げるとかっていう、まあ、処理だと思うんですけど、その、シーン、映像的なそのシーンがパチッて分かれるところと、その音の継ぎ目をずらすという感覚ですよね、要するに。そうですね。
ずらしによってそこまで、効果がやっぱりあるものなんですね、それは。つまり兄の思いを弟に届いてるというふうに見せるか、届いてないかというふうに見せるか、またその逆もしかりで、それこそがストーリーじゃないか、この映画のっていう感じですよね。だから兄のシーンの終わりを弟のシーンに10秒こぼすと、その思いがちゃんと流れ弟になだれ込んでって蓄積されていく、もしくはこの思いは弟には届いてないよっていうところでバシッと切っちゃうとか、でその兄弟の感情の捉え方をコントロールしていくと、やっぱりその最後の兄弟のぶつかり合いの時に感動は変わりますよね。物語が変わってるわけだから。知ってるものと知ってないもの、それはお客の知り方なんですけどね。で、例えばこれご記憶かどうかちょっとわからないんですけど、サトシの青春の一番最初の対局、一番最初のって、はい、要するに導入部分のパートの、はい、松山健一がゴミ捨て場に寝てて、はいはい、で連れて行かれて最初に、まあ、ある種導入的に打ち始めるシーンがありますよね、うん、であそこなんかで僕気づいたんですが、松山健一の方のパチっていう音と、相手のパチっていう音が違うんですよね、うん、違いますね。あれはやっぱり意図的に変えてるわけですか。そうですね、芯を作ってますね。松山君の方の音には芯を作って、手前の騎士の音は多分手前の騎士は現場の音に近いんじゃないですかね、ほぼ。あ、そうかもしれないですね、はい、つまり見せる場所を決めてますね。そう、多分普通気づかないと思うんですけど、じゃやっぱり低音が結構効いてるんですよね。そうですね、本来だったら出ないぐらいのドンっていう音が出てますね、多分。そうですね、ね、で確かに主人公ですから、ですからっていうか松山健一が置くアクションの方が大きいから音が大きいとも言えるんですけど、やっぱ音質が違って低音が足されてて、それによってある種迫力っていうか威圧感ですね。その聴覚面でも、その対局相手と主人公とのその差が非常にシャープに出てる音響設計になってるなと思って、非常に冒頭からして面白く見てました。実はまあこういろんな棋士とか、まあ対局を研究してた、もうあれは長い時間かかった映画だったんで、かなり対局とかを研究したんですけど、実はやっぱ駒音でキャラクター違うんですよね。その人によって駒音が違ったんですよ、実際。個性なんですよね、それが。うん。だからそういうところは意識しましたね。で、音楽に関しても、さっきのその宇宙兄弟の方は、まさに監督がおっしゃったところのある種の世界観の構築っていう意味において、効果的だったと思うんですが、音楽の付け方自体もこれ方向性全然違くて、非常に控えめですね、サトシのステーションの方は、うん、このあたり、音楽の半野義弘さんなどとは、なんか、打ち合わせとかあったんですか。そうですね、まあ、半野さんまず選ぶというところの中で、半野さんってこれ以前は、サトシ以前はほぼ日本では1本ぐらいしか音楽やってなくて、その前は放射汚染とか、そうですね、はい、あとジャジャンクとかの音楽をまあ、つけてきて、パリに住まれてた方だったんですよね。で、日本の映画もやってみるかっていうような段階だったんですけど、まあ、特にジャジャンクーの映画見て、なんていうか、この人はもう2000年の歴史に音楽つけられる人だなっていう印象があったんですよ。その、ある、なんていうかな、小さな地方都市の労働者たちの映画だったりとかに、なんかこう、この国が背負ってる歴史とか、中国というものの庶民を語る目線に、ものすごい悠久の空間を、なんか時間を感じられて、やっぱこのサトシの映画に必要な音楽っていうのは、やっぱりサトシ、この、そもそも原作自体が、彼が生まれてから死ぬまでを綿密に書いた原作だったものを、脚色の段階で最後の4年っていうところにガーンってフォーカス、絞り込んで、生と死が拮抗する彼の時間を2時間にまとめる、するっていうテーマだったときに、この切り捨てた、30年と、この生と死を問うときに、切り捨てた部分までまず感じさせたいと。そして、死ぬための涙ちょうだいの映画にしたくないっていうテーマがあったときに、生と死というものが拮抗しているものだっていうレベルで、ちょっとこう時空を超越したような、レベルで音楽を書いてくれる人がいいっていうところで半野さんにたどり着いてるんですね。
で、その中で、おそらく彼とテーマとして話し合ったのは、多分、時空を超えて永遠と一緒みたいなことがテーマですっていうのは話したと思います。で、絵はとにかく一瞬を撮り続けるから、音は永遠に向かってくれっていうような感じのオーダーだったかなと思いますね。それが亀甲という、まあ俺の中、自分の中での以下なんですけど、目の前で映像は彼の一瞬一瞬を捉えていく、でも音楽はその一瞬に対してつけるんではなくて、もともと遥かな村山の人生と、もしかしたらその前世と来世までも含めた時空で永遠を感じさせるようにしたい。で、それが俺の中でのイカ効果だったんですよね。これはまあ僕の設計ですね。で、まあその根拠を何となく思い出すと、最後その編集が上がって落とし仕上げに入っていく段階で、自分の中でこの映画に一番大事なのは負けましたっていうセリフだと。それは全部の登場人物が言うセリフなんですけど、で最後村山が言う負けましたがこの映画のクライマックスだというところに照準を絞って、で、あの対局で言うと、まあ逆に言うとその最終のその負けましたに向けて村山が大きくは5曲ぐらい対局をするんですけど、映画の中で大きなものが3曲あって、でその3曲はその最後の負けましたに向けて設計されていて、音が多分最初の、対局ではひたすら緊張感少ない音楽で、コマ音でこの対局場という場所にある緊張感を表現していって、でそれがまあ2曲目で、旅館でやるときに、羽生さんとやるときに、まあ、こう自然との自然鳥だったりとかこう猫だったりっていうのを出して、この対局の盤面というものをもうちょっとこの世界観をこう拡張していこうという感じがあって、で最後その最終対局のサウンド設計っていうのは、実は駒音をずっと意識させてた割に、一回序盤中盤かな、その対局の最初の描写は駒音以外の音だけで構成してるんですね。要するに駒音一回も打つ絵がない、駒を打つ絵が一回もないんだけど、紙を書いたゴソゴソっていう音とか、はい、センスとか足を組み替える音とか、そのほんの些細な鉛筆のこうカシャカシャとか、そういう駒音以外の音だけで、モンタージュして、でもなんかそこに意識がいくと、いよいよその最後に出てくる対局のクライマックスに対してものすごく人の耳が鋭敏になると思ったんですね。駒音以外の音まで全部この感情表現というか村山の状況を感じるためのビビッドな情報になり得ると。で、そこにさらに駒音が足されていくわけだから、ものすごく情報量が足されていく、音の意味では。で、さらにそこに音楽がかかってきてエモーションも盛り上げられて、で、沈黙使って負けましたっていう一言に全てを集約するっていう、なんかそういう設計を割と緻密にした気がしますね。それはでも大まかには、まあ、音楽家とのコミュニケーションのあり方だと思うんですけど、僕自身がその音楽になんていうかな、知識がそんなにない、聞き込んいろんな趣味がないので、その音楽に対する、だから、音楽家とのコミュニケーションはどちらかというと、さっきで言えば永遠と一瞬なんだとか、例えば宇宙兄弟で服部さんとやるときは、とにかくムッタというのはどういう人間なのかっていうのをひたすら伝えて、宇宙とは何かみたいなことをひたすら伝えていく、コミュニケーションとしては言葉にしていきますね。で、他の部門とのコミュニケーションに比べてめちゃめちゃ難しいんですよね、音楽家とのコミュニケーションって。具体がその、ね、例えばこういう音楽にしてくれって言って規制曲を聴かせてしまうと、いきなり鳥かごに入れてそこを起点にしか、ものが生まれなくなっちゃうし、どの段階でどういう言葉を伝えてどういう素材を見せるかっていうことも大きく違いますよね。で、楽器なんかは割と僕は、お任せして、まあもちろんアイデアを言ってもらってからそれいいんじゃないですかっていう方向になっていきますけど、極力具体的な音楽的な言語はもう次第にフォーカスが絞れてってからしか使わないというか、入りはとにかく広く言葉で
詩のような会話、ポエムを投げかけ合うような会話から入ってフォーカスを絞っていくようなイメージですかね。言葉にしづらい何か握り合わなきゃいけないものがあるんですけど、それは実はまあ俳優とのコミュニケーションもちょっと似ているかもしれない。そのここで右向いて3秒3歩歩いてこっち向いて3秒立っててくれっていう演出もあると思うけれども、そこを共有しないでどっか任せたものの中でジャッジしていくっていう演出もありますよね。そういうと音楽家とは後者に近い演出をしてるかなっていう。あの映画で言うと音響の関係で言うと、こう今話してきたプロセスの中で言うと、多分サトシで音の使い方が自分の中に一つ確立、形が確立できて、少し音響という設計というものに自信を持ちすぎた可能性があって一瞬ね。でパラレルっていうのは、まあ、東野圭吾さんのミステリーで、まあ非常にその文字ではクリアできるものがなかなかこの映像としてはクリアできなくて、脚本としても実はまあいけるところまでいけたのかっていう、こう多少演出家として不安が残る中で、入っていったところもあって、 でもその文字、さっき最初の話に戻るけれども、プロデューサーと話したのは、文法でこのミステリーを理解させようとすると、とても、なんていうか、押し付けがましいものになってしまうんじゃないか。なんかこう、押し付けがましくしないために、なんかこう、演出でやらせてくれと。で、それは多分音響、サトシまで経た音響設計に対する自信が自分の中に実は生まれていて、はい、さっきここまで言ってきた、サウンドブリッジとかを、とか、まあ、効果音も含めたブリッジ感とか、世界外の、フレーム外の音の効果とかで、本当に台本のように、構築していけば、こちら側、制作側の意図、演出意図は伝わると。台本にその設計を書き込みすぎると、この話は陳腐化してしまうんじゃないかっていうことを主張して作っていったんですよね。で、それが、やっぱお客さんのリアクションを最終的に捉えていったときに、ちょっと不十分だったし、おごってしまったのかなっていう反省は少しあって、音響ということに頼り、音響、まあ映像もそうなんですけど、特に音響に頼りすぎたのではないかと。やっぱり、台本でしっかり書き込んだ上で引き算足し算していかないと、台本に、が不十分で演出で補おうと思ってしまっては、それは補えるものではないんだなっていう反省はちょっと実は ありますね。この、テクニカルな話ですけどね。もちろん心を込めて作った映画だけれども、うん、でも今のお話をお聞きしてると、その台本をかっちり、作ってしっかり文法にのっとったシステマティックな本を作ってしまったら、この映画の魅力はやっぱり半減してしまったような気がしてて、この作品、まあストーリーが分かりづらいですね。で、今自分が見てる映像がの意味がどういうことなのかっていうのは非常に分かりづらいっていう意味で、当然そのある種主人公の主観にこう観客を巻き込むような作品になってるわけで、だからこれ以上明確にしちゃったらそれは違う気がやっぱりしますね。そうですね。そういう意味ではだから作るときに体感させたいと、その主人公とともにこのワールドの混乱に巻き込みたいと。で、それは音響設計はそこに全てかけてって、文法の混乱させ具合と集約し具合も割と音響設計に担わせたんですよね。でかつさらに言うと、僕あくまでいわゆるそのなんだデスクワークの人間ですから、その作り手、あるいは作り手を志している方に対して、意見なんてはおこがましいんですけど、とはいえ、まあ、作り手の、方々も、第一義的には多分映画鑑賞者でしょうし、当然その映画を見るという行為自体がその作るっていう行為につながるでしょうから、その、映画を見る、あるいは聞く際にですね、やはり、月並みな表現ですけど、映画の音
意識向かいづらいですから、常々、しっかり聞くっていう癖をつけるっていうのは、やっぱりまあ重要だろうなというふうに思ってますね。で、さらに、さっき言った森監督の、非常に、興味深い作品とかですね、もう明確に意図的にそのサウンドデザインに関して、意識的な作家の作品ですね、を、しっかり見ていくっていうのはやっぱりいいことだと思います。で、さっきも言ったっていうか、今、森監督がおっしゃっていた、その、最後にその、なんていうんですか、完成度を上げるという方向と逆の、ある種の未完成度を、前に出すような方向性っていうのは、本当に僕も思ってて、その映画を見てるときもですね、そういう、ある種の物質性っていうんですかね、映画の物質性というか、そういった、さっきの僕の言葉だと、ある種ゴツゴツしてる部分みたいなのが、アピールになることって非常に多いと思うんで、過剰に滑らかに仕上げる、ではなくて、ある種のそういった、ある種の未完成性みたいなものを大事にするっていうのも非常に重要かなと思います。で、あともう一つですが、これどうだろう、つまり、もしかしたらこんなこと言うと森監督に怒られるかもしれないんですけど、つまり、あんまり自分が気持ちいいからという理由で、なんかいろいろやっていくことに対しては、注意深くあった方がいいのかなって思ってて、特に音楽なんかは、かなり非常に、なんていうか、感情に直結するような、ものですから、で、それ、絵と合わせてみて、あ、気持ちいいからこれにしようっていうふうにやっちゃうと、フィーリングのあり方は人によってもちろん違いますので、それが、正解ではないかもしれない。だから、むしろその、さっきまさに森監督が、説明してくださったように、これこれこういうふうに、音楽をつけていくっていう、まあ、もちろん、必ずしも言語化できる必要はないとは思いますけれども、過剰にその自分のフィーリングを根拠にするのは、ちょっと避けた方がいいのかなというふうに僕は思っています。今の話で面白かった、長瀬さんの本を見てて、読んでて、非常に面白いなと思ったのが、どの映像に対してどの音楽でもハマるんだよっていうことで、ハマるっていうのは、あれはすごくそうだよなって思ったんですよね。全部正解になっちゃうから、危険ですよね。危険だと思いますね。それが今おっしゃったフィーリングとか気持ちよさみたいなことだと、どれも正解だから。そう。うん、与える意味が変わるだけで、どれも正解な感じにはなっちゃうんですよ。そうなんですね。感じにはなるんだけど、その当人の正解になってるのかっていうことは問うべきなんでしょうね。そう思います。だから、どういう意味でやってるのかっていうことをしっかり自覚するってことは重要かなって思いますね。まあ、まとめみたいな話になってくるとは思うんですけれども、まあ、音って、まあ、それこそ長瀬さんに初期のやつを見てもらいましたけど、多分、なんか絵があって音があるって最初、自主映画の頃って考えがちというか、まあ僕も当然そうだったし、意識は絵に従属して音があるっていう感じで入る人が割と多いんじゃないかと。で、設計とは何かっていうと、おそらく何回か言いましたけれども、この映画は何なのかっていうテーマが立ち上がってきて初めて、音響設計が見えてくるというか、まあ脚本と一緒ですよね。音楽家と話すべきことも僕の場合は、この映画のテーマということだと思ってますし、なんとかイメージとしては、脚本家と、まあ、原作があるないに関わらず、企画書しかない、ゼロの段階で映画が、脚本家とプロデューサーと監督で共にこう、ゼロから1という状態を作っていきますよね。で、それが、現場で、いろんなスタッフの力によって自由に膨らんでいきますよね。で、この自由に膨らんだものをフォーカスという意味では音楽家と一緒に、音響設計してもう一度1というシンプルなもの、この映画が何をすべきなのか、この音楽の世界観は何なのかっていうところに戻してって着地させる作業だと思うんですよ。だからなんか脚本の作業で言うとやっぱタイトルが出来上がった時にその映画が出来上がった第一段階があると思うんですけれども、音楽で言うとメインテーマが出来上がって、音楽がこれだっていう段階で、またもう一つ映画が完成形に近づくというか、そしてまあこのダビングでの最終日っていうのはまあ、僕はいろんなトラウマがあるので、
でも本当に例えばサトシで言うと企画から7年間かかってきたものがその最後に OK を出すってものすごいしんどい作業で重圧ですよね。言わなすというか、でそれが最後音で行われるんですよね。そういう作業じゃないかなっていうのは思いますね。あとこの音楽さ、まあ、ここまでの話してきたことのまとめとして、時代とか物語の関係までその音楽で、表現できたりするぐらい俯瞰的な視点を持ちながら、一方でそのたった1デシベルのセリフの上げ下げ、ボリュームの上げ下げでの蓄積で物語の質は変わっていくんだっていう自覚が必要というか、ものすごく広い視点、物語を音楽、音響設計で左右するっていう広い視点と、それこそ時代とどう切り結ぶかっていうぐらい広い視点と、たった1デシベルでそのシーンの意味合いが変わるぐらいのなんか繊細さ。でこれ例えば本当に変わるんですけど、これは映画ではなくてワウワウの連ドラで、伊坂幸太郎さんのバイバイブラックバードっていうのをやったんですけども、これがもうひたすらに2人の人物が、旅をしながら喋りまくる全6話の会話劇なんですけど、会話劇が、面白くなるために重要だったのが仕上げでの役者の音のレベルの調整なんですよね。大きい音と小さい音、誰がどういう表現をどんな色艶で言っていくかっていうこと、声を少しずついじっていくだけでこう演出がなされていく。でいい音ならいいの音なほどやっぱり人を感動させるわけじゃなくて、音を壊していくというか、いい環境で撮れた音じゃなくて悪い環境で撮れた音も強い効果があるとか、なんかこうまとめて綺麗な音にしていくだけが演出じゃなくて、まあなんていうかな、未完成にしていくのも、まあ、音の演出だったりとか、ものすごくいろんなこう 絵と同じぐらい選択肢があって、まあ、そういうこうマニアックと曲げるぐらいのミクロな視点でを積み重ねていくっていう面白さがあるんじゃないかなと思いますね。あとそのじゃあ若い時にじゃどう判断基準を持っていくのかっていうと、これはまあ話聞いててもあったから分かると思うんですけど、もう僕も成り行きでたまたま舞台から入りドキュメンタリーに入ってたことによって構築されていったパターンで今のに至ってますし、今でもまだまだ勉強中だと思ってる。でまあその中で自分がブレずにいられたのは多分役者の演技を見ることが僕は好きで、役者というものと音響設計というものの関係値の中で、役者に関しては多分自分の中に確固たるものが多分あるんですね。好きだから、大好きだから。だからそこの確固たるものと音響の距離感とか使い方みたいなことから入っていったんで、真ん中はブレずにいられたんですよね。そういう意味では映画に関わるときに音楽が好きでだったから映画に関わってくる人もいれば、カメラが好きだったから入ってくる人もいれば、僕は芝居だったし、ストーリーを書くのが好きだった人もいるだろうし、ヒネフィルだった人もいると思うんですよ。だからなんかそのブレない部分から音響にしろ撮影にしろ、全てのこんだけこう映画ってやっぱりこう多岐にわたるじゃないですか。でそこにはもうみんなプロフェッショナルがいるんで、でもそれをいちいち OK を出していかなきゃいけない時の OK の基準っていうものが自分の中で作れるか。僕の場合は役者の演技が好きだから、この役者を見せるためには1デシベル下げた方がいい、上げた方がいいっていうことを決めていってたんだと思うんですね、振り返ると。なんかその軸があるかないかっていうのは若い時に重要で、その軸が間違ってたっていうことに至ってもいいとは思うんですよね。はい、ありがとうございます。本当にお二人の素晴らしい話、参考になったかと思います。最後に、ですね、告知をしていきたいと思います。本映画祭と、LDH ジャパンさんのコラボレーションする企画ですね。冒頭にご説明しました、シネマファイターズという企画で、6名の監督が参加したショートフィルムの一編を森井さんに監督いただきました。ここでシネマファイターズの映像を、見ていただきたいと思います。
俺たち幸せになれるのかな。このバイク直してさ、幸せ探しに行こうぜ。あっ、こっち。俺のこと言ってんじゃねえよ。俺たち兄弟二人なんだしさ、墓とかいらねえだろ。そんな演技悪も持って帰るやん。あげるわ。いらないよ。お腹すかへん。豪遊しよう。東京で一番綺麗なとこ連れて。最悪。失恋じゃない。孤独って誰が作った概念なのな。あるやんか、綺麗なもん。うん。あゆむ、何かが決めてんの？決まってないからあゆむに付き合ってもらってんじゃん。あんたについとるんは民という中井の幽霊や。何なんですかこれは。男のつわり聞いたことあります？この話は正月楼の代々のお上だけに伝えられとる話でな。もうだ、溺れちゃうって。いつかこの人の料理を二人に食べさせたいとずっと思っとって、こんな日が来るなんて嬉しいわ。東京。カプリシャス。あっちに彼女とかおる？アメリカ行っとったやろ、お前大丈夫かい？ Show's canceled. What do you mean canceled? Breaking news tonight: a city officials confirmed yet another case of the coronavirus in Chicago. Hana, I'm not even there. 好きだって気持ちだけ、それだけでも。知ってほしいとも思わないし、別に知りたいとも思わない。俺はユキオです。ユキオです。ユキオ。我叫ジェニー。袜子脱掉。すごいな。君は好きなことがあっていいね。俺は何にも興味が湧かないんだ。而且你还出手帮我解围了。水のない海。シネマファイターズの映像をご視聴いただきました。森監督、このプロジェクトは詩と音楽の世界観を映画化する企画となりますね。楽曲を題材に映画が制作されるケースが近年増えておりますが、このプロジェクトに参加されてみていかがでしたでしょうか？そうですね。音楽プロデューサーさんが、楽曲を提供してくれて、そこからオリジナルの脚本を、インスピレーションから構築していくっていう初めての作業で、なんかこう最初不自由に限定されてしまうところもあるのかなって思ったんですよね。その歌詞と楽曲の中で、はい、自分の物語が限定されてしまうのかと思ったら、意外と自分、まあ、最終的に僕は怪談という今まで触ったこともないジャンルの、まあ、コメディっちゃコメディなんですけれども、まあ、そういうものを制作したんですけど、これは完全に音楽によって自分の新しいそのジャンルを開いてもらったっていう体験で、とても面白かったですね。ある程度その僕の場合は縛られるということの面白さも好きなので、で楽曲に縛られたと思いきや広げてもらってたっていう体験でしたね、その可能性を。うん、はい、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、今回久々にショートフィルム、監督されたと思うんですけれども、いかがでしたか、久々のショートフィルムを監督するのは。そうですね、なんかそれこそ自主映画
初期に撮ってた頃っていうのは、なんかどっかいろんな野心もあったり、これ出世さ、なんていうか出世の扉を開くみたいな、若さで撮ってたんですけど、まあ一周こう商業映画を経由して、また短いものに、本当に久しぶりですよね、やってみて、なんかこう一つこうチャレンジしやすいというか、自分の新たな扉を開きやすいし、まあ瞬発力が必要なので、はい、またこれは全然長編映画撮るのは持久力だったりするので、全くこう違うスポーツをやってる感覚もありましたし、それも自分の中でも久しぶりに面白い感覚でしたね。だからなんか機会があればまたショートフィルムやってみたいなっていうのはすごく思いました。はい、森監督も、金沢映画祭などで審査員として参加されていると思うんですけれども、はい、その中でも、まあ、ショートフィルム、短編映画ってあったりするとは思うんですが、なんか短編映画の、まあ、なんですかね、短編映画が面白い作品、まあ、両作の条件みたいなものって、なんか監督の中で基準ってあったりします？そうだな。なんかこう、長編という積み重ねではなく、こう短編のその切れ味で出会えた、なんか新しいものと出会えたっていう小さなこう波を起こしてくれるというか、やっぱり長編というのはしっかり感情を積み重ねてってなんだけれども、その監督が持っている世界観の種みたいなものをポーンと投げかけてくれると、ハッとして、あ、何か出会えたなっていう感覚にしてくれる映画はありますね。あと、まあ自主映画というカテゴリーまで、その、なんていうかな、コンペに出てくるような、自主制作で言うと、さっき長尾さんがおっしゃってたような、やっぱ商業映画に入っていくと、なかなか一周して完成度の高いものをもう一回未完成にしていくみたいな作業になると思うんですね、荒っぽさを表現するには。それがまあ、やっぱり未完成さ、荒っぽさっていうのが前面に押し出て、その、リビドーというか、その作家の体液が漏れ出ちゃってるようなものっていうのは、やっぱりなかなか実施制作でしか出会えないので、そういう点を見ている感じがしますね。はい、はい、ありがとうございます。もう結構お二人にお話しいただきましたが、永田さん、本日のトークイベント参加されてみていかがでしたか？いや、もうとにかく面白かったです。まあ、森監督と夏井さんとお話できて、僕自身非常に勉強になりましたし勉強になりましたし、さらにその現場の方のご意見を聞いてですね、ますますもっと勉強しなきゃ僕自身ダメだなという思いを強くしました。やっぱり、作品を見てるだけだと、あるいは聞いてるだけだと分かんないことも多いので、そういった今後ますますその現場の方の意見なんかも積極的に取り入れつつって言ったら変ですけど、耳を傾けつつ、僕自身の考えもまた、練り直していきたいなと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。森さんもいかがでしたでしょうか？まあ、僕もすごく楽しくて、こうやって問われないとなかなか言葉にしない、できないこう音楽音響っていうその、ね、狭いその一部分のことなので、まあ、こういう機会で無理にでも言葉にしてみたことで、なんかまた自分の中で定着していくものもあるだろうし、新たな発見もありましたし、すごくいい機会をいただいたなと。で、自分としてもなんか今喋ったようなドキュメンタリーとかからの蓄積っていうのはもう自分の中では正直言って使い尽くしてしまって、今エンジン切れみたいな感じはあるんですよね。なんかこう新たな自分の思想に、もうなんていうかな、ものづくりの思想にもうちょっとプラスアルファを自分の幹にしていきたい時期で、ここまでそのエンジンで走ってきたけれども、またさらに何かこう見聞だったり体験だったり研究だったりの中でもっと幹をしていかないと、またそのさっき言ってたような自分の軸っていうものは構築、なんていうかな、頼りないものになってってるなっていう感じがするんです、年とともに。だから、まあ、まだまだひたすら勉強して幹を太くして映画を作り続けられればなって考え直させられる機会でもありました。
ありがとうございます。本日のイベントは今ご覧いただいている、映画祭公式チャンネルでアーカイブ配信もいたしますので、アーカイブ配信されておりますので、途中から、視聴された方、見直したい方もぜひまたご視聴お願いいたします。また映画祭が、これまで実施してきたセミナーやオンラインイベントのアーカイブも、ご覧いただけますので、そちらもぜひチェックを、してみてください。合わせてチャンネル登録もお願いいたします。森さん、永田さん、本日ありがとうございました。長々とお話しいただきまして、はい、はい、視聴者の皆様もありがとうございました。また次のオンラインイベントでお会いしましょう。ありがとうございました。